はじめまして。ディパーズのですね、ピアノカバーの投稿動画を見てくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、リシエとツイッターなどで、名乗っている、ディパーズファンのものです。まあ、いきなりなんだっていうことなんですけれども、ライブが終わった後とかにですね、最近はこの状況下なので、飲みに行って、感想とかですね、語ったりとか、するっていうこともちょっとできないじゃないですか。なので、語れない、フラストレーションみたいなのが、ちょっとあるというか、それで、ディーパーズが今年結成30周年ということで、結成した月、ライブをした、初めてライブをしたのが5月なんですかね。その初ライブのその日程とかちょっとわからないんですけど、だからせっかくなので、その30周年、お祝いじゃないんですけども、ちょっとお祝いじゃないですね、勝手に自己満足でちょっと語ってみようかなっていうことで、投稿させていただきます。で、リパーズのファン歴といいますか、ちょっと自己紹介じゃないですけど、自分が初めてディーパーズを知ったのが、1998年の、5月ですね。そのサブマージが出て、ちょっとしばらくしてからですかね。で、YouTube の方でもそのアップロードしてるんですけれども、イノマーさんという、おととしですかね、に亡くなった、方がいらっしゃるんですけども、その方の、ラジオ番組でですね、そのディーパーズがゲストで出てまして、で、自分はその犬馬さんの文章が好きで毎週聞いてたんですけれども、そのラジオ番組をですね。で、そのすごく遠く、聞いていただいたら分かると思うんですけども、すごくやる気のないトーク あるのかもしれないんですけど、ひょうひょうとした、その内容からですね、セルがかかり、サブマージがかかってですね、そのギャップもあって、その曲自体にも本当に衝撃を受けまして、で、そこから、ずっとですね、そのディーパーズ、楢崎さんの活動も含めて、そのファンを続けています。で、楢崎さんのその活動をですね、本当にひっきりなしにずっと追い続けていたらですね、今期を逃してしまったという、追っかけおじさんです。いつまでも青春を続けていたらこうなりました。それはディーパーズの被害者の会っていうね、サイトが、自分が、ファンになった当時、あったんですけど、今もツイッターの方でね、そこを作成されてた方が、ツイッターにいらっしゃいますけど、まさに被害者かなっていう 冗談はいいんですけども、そのディーパーズのですね、そのライブをですね、実際に見に行った回数で言ったら、その関係者の方とかを除けば、一番自分が見てるんじゃないかなっていうのが、唯一の人生の自慢というかですね 当然、サブマ、自分はサブマージからなんですけども、
サブマーズ以前から、まあ、その来てらっしゃる、まあ、子さんの方、まあ、現役の方もまあ全然いらっしゃいますし、まあ、あとその楢崎さんということで言えば、その特撮とかもねこう含めたら、まあそのまあ、初期のこう特撮、まあ、結構な本数あのツアーとかもねあのやってましたけど、まあ、そういうのも全通してるなんていうね、まあ、ツアーものがいたりとかもするので、まあ、あくまでこう、まあ、そのディーパーズに限ってということなんですけども、まあというまあ、他にも、まあ、自分よりもあの見てらっしゃる方がいるかもしれないですけども、あの、まあ、自分はそう思ってるという、まあ、そんな感じの、まあ、ファンですね。であとまあ何ですかね、まあ、ディーパーズでこう、まあ、好きな曲をこう3曲あげるとするならば、まあ、リシーバーシミュレーション、あとまあ15 years later ですかね、とあとフォールと、まあ、この3曲が、まあ、自分の中ではこう、まあ、一番まあひときわあのディーパーズの中でまあ好きなあの3曲なんですね。まあ、このリシエという名前もまあ何なんだっていうことなんですけど、まあ、リシブ EP がまあ好きで、20年以上前ですね、あの Yahoo メッセンジャーっていう、まあ、イニシエのまあそういうツールがありまして、まあ、そこでこうグループチャットみたいのをしてた時に、まあ、あのリシブ EP っていうのを ID にしていたらですね、まあ、そのまあリシエなんとかさん、はじめましてみたいな、こう、挨拶をされて、ああ、じゃあそれでいいですっていうので、まあ、リシエという名前になったみたいな、まあ、名前の由来みたいなね、曲でもあります。まあ、あと、まあ、そうですね、フォールともうずっとあのファンになってから、あの、聞きたかったんですけども、まあ、その本体のライブで、まあ、自分がファンになってから一度も、あの披露されたことがなくてですね、まあ、その発表当時、まあ、その前かなに、まあ、そのライブでやってたっていうのは、まあ、知ってるんですけども、まあ、自分が知ってからはちょっと、その楢崎さんの弾き語りでは一回あったんですが、まあ、本体ではなくて、で、一昨年の、ビジターズの、あのツアーの、あの地方公演で、本当初めて聴けて、まあ、感動したっていう、まあ、レア曲ですね。まあ、15 years later に関しては、まあ、2003年ですね、に、あの、新宿ロフトでワンマンがあった時に、そのワイプアウトと一緒にですね、まあ、初めて披露された曲なんですけど、まあ、そこからもう、まあ、ゆかりテレパスにも収録されずにですね、もうぐらい入りしたのかなっていう、あの曲もう一回聴きたいなって、まあ、自分ほど言い続けてた人はいないんじゃないかぐらい、まあ、しつこく言ってたら、まあ、それは関係ないんですけども、まあ、タイトルを変えてですね、そのみそかの、おととしのみそかの、その来場者特典の CD に収録されて、本当に泣きましたね、これは。っていう、まあ、感じでですね、まあぐだぐだ喋ってますけどもで、まあ何ですかね、まあ自分のね、知ってる人がもしかしたらこれ見てくれてるかもしれないですけども、まあこういった感じで普段からこう喋ってるような、まあ、同じことしか言わないので見なくていいです同じことをこう何度も言いたいいう気持ちもあって今動画を撮っています。まあ昔はねミクシーなんてこう SNS があった時なんかは今もあるのか、まあ、前世だった頃なんかはまあそこでみんなでこうディーパーズのファン同士でこう行人坂、目黒の行人坂をねこう登りませんかみたいな、まあ、企画を自分で企画してっていうか、まあこれ自体もまあ他の方が前にやってらっしゃった企画のまあ真似事なんですけども、まあそういうので行人坂集まって
で、まあその後にこう飲みの席なんかにね移動してみんなで語ったりとか、まあ、すごい楽しい思い出だったなっていうのがあるんですけど、本当そういうのがねまたできるような状況にまたなってくれたらね早くと思うんですけど、なんか要点はねこう紙にこうまとめてるんですけどね、全然グダグダですね、初めてなんでご容赦ください。何を言おうと、あ、そう、ちょっとさっき触れたんですけど、まあ、その初ライブがいつなんだろうっていうのがちょっと分からなくてですね。で、最近ディパーズの写真集あるじゃないですか。2000年に発売されたものがですね、もう20年経って、まあ、経年劣化が結構激しくなっちゃったので、まあ、保存用に、買い直したんですけどね。まあ、見返しても初ライブの日はやっぱり書いてないなかったですよね。まあ、そのボーカルの、まあ、当時のボーカルの鍋さんと、まあ、奈良崎さんで菅野さんで、まあ、剛さんの4人で、まあ、初ライブだったっていうのは、まあ、そこにもね書かれてたんですけども、まあ、そのボーカルのね、まあ、方以外、まあ、その3人のメンバーで、ね、未だにそのライブステージでその3人の姿が見れるっていうのはね、本当にすごいことですよね。やっぱりこう自分のこう人生で最大の後悔っていうのが、まあそのサブマージ以前ですよね、その結成91年から97年までディーパーズの存在を知らなかった、7年間もう九州の片田舎、まあ、地元なんですけど、まあのんきにも学生やってたっていう、もう本当にもう後悔しかないというか、まあ、その当時のディーパーズを本当に生で見たかったなっていうのをずっともう後悔としてあるので、だからこうビジターズのチームが、まあ、2007年に外野の4人で4人のステージが見れて、まあ、そこからこう、まあ、ちょくちょくやってくれて、でああやってこうツアーまでやってもらって、ね、やっていただいて、まあ、本当に幸せだなって思ってますね。で、なんだ、ああそう、だからその写真集ですね、一時期というかもうずっとその中古で1万とかでしたっけ、なんか万単位での値段でこう売られてましたよね。で、まあ、買いたくてもこう買えないっていう方が結構新しいファンの方なんかは、まあ、比較的は手が出せないみたいな話も、まあ、たまに聞いたりとかもしてて、でまあその写真集、まあ、そういう状況ですっていうふうに、ちょっと直談判というかですね、まあ、問い合わせをしたんですよ。そうしたら、在庫がまだ全然あるということで、改めて、Amazon で正規のものが買えるようにということで、そういうふうにしていただいたんで、ディーパーズの写真集、買えた方はですね、まあ、何ですかね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ別にこう今後こうやって YouTuber になろうとかそういうことは全くないんですけども、それでまあちょっと脱線しましたけどね、まあそうやってまあ写真集、まあ今回まあ、まあ大体みんな欲しい方にはね行き届いたかなと思って、まあそろそろと思いまして、まあ買い直したんですけれども、まあで見返してまして、でまあ自分がその一番最初にそのディーパーズのライブをその見たっていうのが、その1998年の8月ですね、その ZK、まあ、ZK レコーズの 5.5 周年イベントというのがありまして、まあ、リキッドルームですね、それを初めて見たんですよ。
ディーパーズの前にですね、ロマン・ポルシェのステージを先に見てですね、まあ、違う意味で衝撃を受けましてまあその余韻を引きずったままの、ディーパーズのステージだったっていうことなんですけど、まあ、その写真集でですね、まあ、その時の、1998年の、リキッド、夏のリキッド、2回やってるんですよね。で、どっちの写真なのかちょっとわからないんですけど、でも奈良崎さんがその黒髪の時とその金髪のと2種類あるんで、どっちかが ZK の時だったと思うんですけど、この日ですね、だから自分がその初めてディーパーズで聴いた曲、その生で、これ謎だったんですよね、ずっと。その当時のディーパーズのそのファンサイトにもそのセットリストがね載ってたんですけど、新曲みたいな感じだったんですよね。で、ずっと謎だったんですけど、どうやらこの1曲目が、シンセティックスライドだったみたいなんですよね。で、ちょっとそういうすごい、なんと言いますか、渋い出会い方だったというか。いや、その2004年にですね、その2 days、リーパーズが、新宿ロフトでやった時の、その1曲目がやっぱりそのシンセティックスライドで、その98年頃のライブで1曲目だったことって他にもあったみたいなんですよね。だからその当時のオマージュみたいな、セルフオマージュみたいなことで、あの日も1曲目に持ってきたのかななんて思ったりもねしました。そう、それで自分の初めてのライブ、ZK の時に CoTD が初披露されたとか、なんか CoTD のお披露目の時に見れたっていうのもあって、嬉しい初ライブでしたね。もしですね、その時の ZK 祭りの映像がですね、それも残ってたらね、ぜひ公式でも上げてほしいんですけどね。本当ね、公式で昔のディーパーズのライブ映像を上げてくれるっていうのが、すごく本当にありがたいですよね。アトミックショーとかね、本当感動しました。あれリリースパーティーでやる伏線なのかなとかちょっと思ったんですけど、そんなことはなかったですね。でも上げてくれて本当に感謝しきりという感じで。そう、もともとその、おととしですよね、その、奈良崎さんの、その、50歳のバースデーバッシュの後のトークイベント、そこでね、流れてたような映像だと思うんですけど、あの時ね、すごい個人的にびっくりしたことがあって、97年だったと思うんですけど、のその映像でですね、聞いたことある曲を、でもディーパーズじゃない曲をやってたんですよね。で、なんだっけと思って、その時、奈良崎さんが、京さんとね、99年から、2年くらいですかね、スーパークリープスっていうバンドで、参加されてたんですけど、その前か、その京さんの、そのソロシングルのカップリングの曲で、ギラギラっていう曲があるんですね。99年ですね、に発表された、その、サデスパー、が関わってる曲なんですけど、それだったんですよね。あれもともとディーパーズの曲だったんだっていうのを、あの時初めて知って、衝撃でしたね、ちょっと。でも、当時から、ギラギラっていう曲好きだったので、嬉しかったですね。
千田さん、ホットトースターズの、千田さんがそのギターで参加されてた時の映像だったですね。あれもね、本当YouTube にね、上げてもらえないかなって思うね。まあ、難しそうですけど、発表された曲じゃないですから。その曲が、歌詞がね、歌詞は京さんなんですよね、発表されてるバージョンは。なんで、もともとそのディーパーズでの歌詞を、まあ、聞いてみたいって、まあ、英語詞だったと思うんで、まあ、聞いても、まあ、なんて歌ってるかは、まあ、わかんないと思うんですけど、まあ、そういう気持ちもありますね。まあ、トークイベントで、まあ、でも一番びっくりしたのがですね、そのビジターズのそのリリース頃ですね、映像でその楢崎さんがギターを弾いてないっていう、手ぶらで歌ってらっしゃるっていうのが、本当にその自分がファンになってから、そのディーパーズのファンサイトであったり、その古いファンの方からの情報だったりとか、あるいは雑誌のインタビューなんかででもですね、一切その楢崎さんがギターを弾いてない時期があったっていうのを、見たことを聞いたことがなかったんですよね。で、トークイベントの時のその映像で、そうだったから、ちょっと、え？っていう。誰か情報を 教えてほしかったな、みたいな。いやー、ちょっと、まあそのね、いろんな、まあ、何ですかね、楢崎さん、まあ歌に専念してくれた方が好きって方も、まあいらっしゃるだろうし、でも自分はやっぱ楢崎さん、まあ極力ギターを弾いてほしいという、まあ、思いがあるんですよね。でもまあ、あれを見た時に、いやもう、まあもともとそうだったんだったら、もう、受け入れなきゃダメだっていう気持ちになりましたね。いや、あれはちょっと本当に、ちょっとインパクトがありましたね。すいません、すぐね、ちょっと脱線しちゃうというか、話そうと思って書いてあったメモに書いてないこと、書いてないことを言っちゃうんですけども。どこまで言ったんだろう。まあ、そのリリースパーティーですね。ディーパーズの、先月ですよね。先月イーストであった、まあ、そのリリースパーティーの話したいんですけど、まあ、本当この日はもう本当個人的に、テイストですね。テイストやったじゃないですか。まあ、あれが本当にもう感無量というか、本当にレアで、市牧さん時代も、やってないんですよね、本体で。まあ、ちょっとさっきどこかで言いました、2000年にですね、楢崎さんがソロで弾き語りで、2回、楢崎ソロユニットという名称で、弾き語り、ディーパーズの曲をやるっていう、あったんですね。で、1回2000年の下北シェルターで、バクテリアとかと対バンの時に1回出て、で2001年ですねの、まあ、京都で電車が王研のですね、大月さんの電車のライブの、まあ、オープニングアクトですかね。で、まあ、それで弾いた出演されて、まあ、自分も見に行きましたけども、その時はまあ、ロケットシップのね、カバーなんかも交えつつ、本当にそれも素晴らしいライブだったんですけど、まあ、その時に2000年のそのシェルターの2曲目でしたかね、に、まあ、テイスト楢崎さんがまあソロでまあやったっていうのはあったんですけど、まあそこからまあ20年越しですよね、にまあ聴けたっていうのは、まあ、本当にちょっと一番、まあそのリリースパーティーの時の、まあ印象に深いところですね。まあ、音源もね、いいですけど、もう本当にライブバージョンも、まあ、キーもちょっと上がってて、まあ、演奏も良かったし、楢崎さんのそのギターも、アウトロのね、
諸田さんのキーボードのアレンジなんかも最高でしたし、あとね、配信がね、あったから、その歌詞が、まあ、聞き取れて、で、なんだろうな、今は、待つのは一人っていうところがあるんですけど、ここ多分ね、誰も聞き取ったことないんじゃないかなっていう、当時のこう聞き取りされた方のとかでも違いましたし、それがね、聞き取れたっていうのが、収穫、そういう収穫もありましたね。だから、ネット上で載ってる、歌詞、こう訂正されたらいいのになって思いますね。HSKS で「チキヨ」って歌ってるとこがあるんですよね。己を知るって書いて、チキっていう、なんだろう、なんか友達、友人へ向けたみたいな感じの意味だと思うんですけど、ああいうのもね、後世にこう、正しい情報が流れたらいいなぁとは思うんですけど、で、まあね、テイスト本当にちょっと良かったんで、感化され、刺激を受けまして、まあこれも本当に30周年の、その結成月の、今月5月ってことなんで、ちょっとピアノでですね、久しぶりにちょっと投稿なんかしてみたいななんて思ってるんですけども、あと、テーマ曲、代表曲っていうんですかね、CODD なんかにもちょっと挑戦してみたいかなとか思ってるんですけど、でも本当に家にピアノが今、ここ、もう5、6年ぐらいないので、いつもこうぶっつけ本番でこう、上げちゃってるんですよね。こう、ツアー先で、それこそフォルト聞いて、すごい感動して、誰かにこの喜びを、分かってほしいみたいな。あと、キーがね、こう、高かったりしたんで、そういうのも、このキーだったよっていうのがこう伝えられたらいいなと思ったりして、こう上げたんですけど、で、地方のスタジオ、ピアノ教室の借りて、本当にぶっつけとかでやってるんで、本当にお聞き苦しい演奏で、本当に聞いていただいた方には申し訳ないんですけども、今回はちょっと練習して、間に合ったらこう上げようと思いますので、よかったら、聞いていただけたら嬉しいです。で、あとは何ですかね。それはね、5月の30日とかにあげようと思ってて、みそかですよね。ディープアースの10周年ライブ、サンキューの時ですね。発売直後の1週間後とかだったかな。のライブ、10周年が5月30日だった。で、あとね、みそかっていつも年末じゃないですか。でもね、一回カウントされてないやつ、ゆかりテレパスが出るちょっと前の、2007年の5月30日にもね、みそかってやってるんですよね。タイトルにみそかって入ってて、副題で。でもこれカウントされてないんですよね。幻のみそかになってて、公式が忘れちゃってるっていう でも一応みそかってことで、記念日かなと思って、その日までにこうあげられたらいいかななんて思っております。で、全然なんというか もう30分ぐらい経っちゃうんですね。本当に良くないですね。もう長々。でもちょっともうちょっとですね、ちょっと特撮のですね、話なんかもちょっとしたいんですけれども、先週末のですね、ライブの話になるんで、ちょっと若干ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないので、ちょっとこの先もしネタバレはちょっとって方がいたら、ここで終わった、停止していただきたいんですが、埼玉とですね、新宿ですね、2公演とも行ってきました。埼玉の方はですね、本当に激戦でですね、取れなかったんですよ。それで、
もうそのライブの2日前くらいまでもう本当にもう絶望してて、もうツイッターをこう更新する何かつぶやく気力もないというか、あ、もう今回ばっかりはもう本当に見られないんだなと思って、まあ、本当に落ち込んでたんですけれども、知人の方がですね、本当に残念なんですけどね、まあ、その行けなくなってしまったということで、まあまあこのコロナ禍の状況もあるので、まあ、それでその、まあ、分配ね、チケットの、分配が OK ということだったんで、システム上ですね。なんで本当に土壇場でですね、譲っていただきまして、まあ、それなんとか見に行けました。100人ですかね、そのキャパが。でも空席がもう見当たらなかったみたいなんで、本当にありがたいっていうか、本当に感謝しております、いただいた方に。で、まあ、自分は楢崎さんのですね、発言集、ライブの MC なんかを中心にですね、まとめたツイッターをですねやってまして、まあ、といっても最近ちょっとですね、諸事情で、まあ、ちょっとお休みをしていまして、まあ、もう鍵アカになっちゃってるんですけども、まあい、うん、おととしの、その、だからトークイベントの途中とかで止まってしまっていまして、まあ、これは必ず更新、再開させていただこうと思ってるんですけれども、まあその更新のためにもう行かせていただきますという気持ちで、なんか、まあ、他にもね、いっぱいチケット探してらっしゃる方いたと思うんですけど、まあ皆さん、ごめんなさいと、ミステリーナイトばりにですね、心の中で 謝ってですね、まあ行かせていただきました。まあ本当にでもライブがですね、まあ本当に素晴らしくて、自分はですね、今回の新風、エレクトリックジェリーフィッシュの中で言いますと、まあ、喫茶店トークとですね、あとゾルバですね、まあ、この2曲がまあ特にもう最初からもう聞いた、一聴した時からまあすごく好きでですね、まあ、その2曲ともまあ聴けたのが嬉しかったですし、てかまさかね、ゾルバ聴けるとは多分誰、まあほとんど思ってなかったんじゃないかと。まあ、自分も含めてなんですけど、ちょっとびっくりしましたよね、あれはね。前にその何でしたかね、その王権でか、王権刑事っていうものかな、どっちだったっけ、まあ、セリフがね、入った曲が、あるじゃないですか。で、あれも確か、まあ、ライブで一度もやってないですよね。なんで、まあ、セリフが入ってるような曲だから、まあ、こうやらないのを前提に作ったんじゃないかなと思ってたら聞けて、その大月さんも、大月健さんもね、ラジオから、まあ、その前の MC からで、まあ、クイーンで、まあ、やらない曲があるからみたいなこう前振りをね散々されてて、そっからだったんで余計に本当にびっくりしたし嬉しかったですね。よかった。今回のね、アルバム、まあ、本当この感想ですけどね、本当最初、一番最初聞いたとき、ほとんどこう、飲み込めなかったんですよね。情報量とか、なんというんだろうな、まあ、自分に音楽的な素養がないというのもあるんですけれども、あ、でもこれって、自分は特撮のアルバムで一番好きな、アルバムっていうのが、その、パナギアの恩恵なんですよね。で、このパナギアもですね、最初に聞いたとき、なんかこう、わかんなかったんですね。でも、当時のね、その本学校で、楢崎さんが、パナギアの恩恵っていうのは、まあ、4回ぐらい、繰り返し聞いたら、まあ、良くなってくるんだっていうお話、まあ、そういうようなお話をされてて、で、そうなったんで、まあ、今回もまあ、まあ、そのパターンだなっていうふうに、思って、で、繰り返し聞いていったら、まあ、すごく、やっぱりその通りだったっていう、本当にこれは傑作だなって思ってますね。いや、まあ今回配信もね、あったから、
繰り返しね、ライブが終わった後も、あと新宿の方をですね、見れていいですよね。まあ、自分は、まあ、その、あれですね、こう、楢崎さんの歌がね、やっぱり、まあ、ギターが一番ね、やっぱ好きなんですけど、まあ、歌もね、歌の魅力も、やっぱすごくて、ヘイバディの歌われるとことか、あとゾルバのその、その楢崎さんのですね、パート、歌のパート、ちょっと繰り返し聞いちゃってますね。たまらないですね、あれは。まあ、あとね、まあギターもね、まあ特撮だったらギター本当に存分に弾いてくださるんで、まあ、それも本当に嬉しいですし。あと何ですかね、MC で、今回ね、やっぱそのコロナの状況もあって、メンバー全員のね、インタビューってないですよね、まだね。なんでその、楢崎さんから、その、アルバムの、まあ、意図、曲の意図とかを、お聞きできるっていうのもね、そういうのも嬉しかったですね。あと何ですかね。まあ、こう、ご覧の通り、こう、なんというんですか。自分一人でいるときって、本当にテンション低くて、こう、爆笑するみたいなときってないんですけど、まあ、それでも、こう、ミステリーナイトは、大月さんの歌にですね、もうすごく笑ってしまって、それが、まあ、生で聞いてもですね、やっぱりおかしかったですね。あれが、